ちは長野インターネット放送局と言います、長野県上田市は蒲田に来ております、ここはカフェということで何か新しくこの12月からオープンしたということをお聞きしたのでやってきました、はい、代表さんにお聞きしたいと思います。すいません、自己紹介をお願いします。はい、こちら糸間というカフェの糸間ウェブ代表を務めております杉山真由と申します。よろしくお願いします。杉山さん、はい、そしてこちらは糸満ウェーブの中島遥と申します。よろしくお願いします。中島さん、ここは何というところなんでしょうか。こちらの施設の名前は、はい、糸満という名前になっておりまして、まず糸満って、暇っていう漢字を書いてそのまま糸満と読みまして、自分の漢字で書くとね、はい、自分のちょっとした暇を過ごせる場所という意味と、あとローマ字で書いた時に愛とと、まっていう風に書いて、うん、私とまっていう風に読んで、自分に合う空間の使い方が見つかる場所という意味を込めて糸間という名前になっております。それをまあ作ろうと思ったその理由、それは何だったんでしょうか。この糸間っていう空間を作ろうと思ったきっかけとしては、はいはい、まず私たちが大学生なんですけれども。大学生なんですね。はい、大学生として上田市に住んでいる中で、はい、なかなか、学生が勉強できるような場所みたいなのがあまりないなというふうに感じていまして、少し課題をやったりとか作業に集中したりできるような場所、家以外の場所っていうのがないなというのを自分たちの経験で思っておりまして、そういったワークスペースのような場所が欲しいっていう思いと、あとは私たちが長野大学の水町というサークルに所属していて、はい、地域の方々と一緒にさまざまなイベントをお手伝いさせていただいたりとか主催をさせていただいたりする中で、人と人とが関わって何かが生まれるっていう機会にすごく魅力を感じまして、そこの拠点みたいな場所を作りたいという思いからこの糸間っていう施設の実現につながりました。この糸間っていう空間は、コミュニティカフェとワークスペースとレンタルスペースの3つの要素があるんですけれども、普段の営業では、ワークスペースとカフェの営業を2つ、実施しておりまして、はいはいはい、ワークスペースは、好きにお席を選んでいただいて、いっぱいありますね。今今日もたくさんお客さんが来てますが、そうですね、コンセントとか Wi-Fi もあるので、はい、自由に作業に していただける場になっていまして、はい、キッチンカウンターの前にカウンター席がございまして、はい、そちらの席に座っていただいた方とは、糸満ウェーブ、私たちスタッフが、コミュニケーションを取れるような場所になっているので、そちらでコミュニティが生まれるようになっています。皆さんとこうたくさんの人がこう来られると思うんですけど、シフト早速もう何日か経ってますけど入っていますけど、どうですか。そうですね、なんか今までに学校で出会わなかった人だから、地域の人とか、それ以外にも企業で働いている会社の人とか、普段関わらない大人の人とかと関われるのがすごい楽しいなって思いながら働けています。 X とかで見つけてくださって、糸間でちょっと話してみたいな、上田に興味があるなっていう人も来てくださっているので、結構幅広い年齢の方々が来てくださっている感じですね。幅広い。そうですね、上だと本当にどうだろう、50代60代の方も仕事終わりに来てくださって、そうお話だけしに来るみたいな感じの人もいますし、もう若い子だったらどうだろう、高校生はまだなんですけど、学校終わりにも来てほしいなっていうのは思っています。この糸間なんですけども、実は1ヶ月で限定だっていうことなんですよね。はい、そうですね、糸満の運営は、はい、この試験運営、実証実験的に1ヶ月運用を行いまして、1ヶ月弱の運営になるんですけれども、はい、その1ヶ月のみの運営になる理由としましては、はい、この競争空間糸満っていう、はい、そのコミュニティカフェ、ワークスペース、レンタルスペースっていう事業を行うような、こういう施設の前例があまり上田市のような地方の都市にはあまりなくて、ここで挑戦してみて実際に経営がうまくいかなかったりとか人が来なかったりした場合に、その続けていけるのかっていうふうな課題もたくさんあると思うので、まずは実験的に1ヶ月オープンしてみて、どのような方が来てくださったかとか、あとはまあ私たちの課題としてどんなことが挙げられるのかなどを、その1ヶ月の運営の中でなるべく洗い出して、でこうその後検討して、今後引き続きこういう場所を作っていくのかっていうところまで考えていきたいと思っています。私たち運営部のこの大学生7人だけの視点だけではなかなかこのどういった場所にしていくべきかであったりとか、どんな課題があるかっていうのは見つけ出せない部分もたくさんあると思うので、はい、なるべく多くの方の意見とか知識をいただきながら、この糸間っていう場所をより長くもっと素敵な場所にしていきたいと考えております、うん、そして、
はい、運営は1ヶ月なんですけども、サポーターさん募集しちゃっていいんですか？はい、このクリエイターとサポーターの方は、はい、サポーターっていう形はそのいいねやシェアを SNS でしてくださるだけでもその応援の気持ちが、はい、サポーターにもなりますし、クリエイターっていうのは私たちと一緒にいとまの運営をしてくださる方であったりとか、あとは意見交換会などを行っているんですけれども、はい、それは28日過ぎてからも続行するんですか？あ、そうですね、この12月中にもやりますし1月にも実施予定なんですけれども、なんでそのクリエイターとして一緒に私たちと一緒にこのいとまについて考えてくださる方であったりとか、まあ、実動してくださる方っていうのを今後いとまの運営に関わってくださる方として募集しております。なんか聞くところによると結構遅くまでやってるってお聞きしたんですけど。そうですね、営業時間が一応15時から24時が基本な、24時そうですね、4すごい夜の24時まで営業 しようとは思ってます、はい、最大9時間使っていただける形になっているので、はい、ワンドリンクオーダー制なんですけれども、はい、来ていただいて何かドリンク1杯注文していただければ、24時までお好きな時間使っていただけるので、3時ちょうどに来ると最大9時間作業に使っていただけます。12月1ヶ月間の運用なので、はい、12月はすごくイベントを盛りだくさんに詰め込んでいるんですけれども、で22日は大学生の相談会、学生お話し会があって、こんな感じで、こんな感じですね。開催時間が18時から20時で、高校生とか大学生が学校終わりに一番来やすい時間帯で、金曜日にすることで一番自由に使える時間が多い時間帯を選んでやってます。高校生がその受験対策とか、これからどこの進路にしようって悩むときに、学校の中で聞く話とか、あとパンフレット見るだけだと伝わらない大学の様子とかもきっとあるなと思ったので、こういういとま、大学生がリアルに動い活動している様子が見れるところで、リアルな声が聞けるところで、高校生がどういう活動をしたいのかとか、進路どうしたいかっていう悩みを直接聞ける、話せる場所にすればできればいいかなっていうイベントになってます。そして23日はいもしのラジオっていう長野大学の OB の先輩と、今長野大学4年生の先輩が実施されていた、個人的にこうやられていたラジオの企画があるんですけれども、そちらの感謝会という、感謝祭という形で公開収録をこのいとまという場所を使って行っていただきます。8時から22時の間とこちらのいとまで公開収録が行われる予定です。で24日にはクリスマス会というイベントを予定しておりまして、まだちょっと詳しい内容自体は、お伝えできないんですけれども、ランチと、カフェの営業であったりとか、あとはチーク玩具を使ったワークショップであったりなども今はちょっと企画しております。そして最後28日に関しましては、大掃除会ということで、このいとまっていう場所が一応この28日で最後になってしまうので、この場所に感謝を込めながら皆さんの大掃除をして、最後には少しちょっとお楽しみ会的なイベントも行いたいと思っております。なんか28日は寂しいですね。なんかそうですね一旦またこの場所とさよならになってしまうので、そんな気持ちも込めながらみんなで何かやりたいなと思っております。すごいなんかこうパブリックビューイングみたいなスポーツ観戦であったりとか、意見交換会であったりとか、なんかこうワイワイやるようなワークショップであったりとか、すごいいろんな視点からさまざまな年齢の方が参加していただけるような催しがたくさん行われるので、ぜひいろいろな方に来ていただきたいなと思っております。皆さんはこういろいろ学部でこう活躍されてると思うんですけど、その学部と何かこう自分の やりたいこととこうなんか差があるんでしょうか？なんかそうですね、私は長野大学の環境ツーリズム学部という学部に所属しているんですけれども、環境ツーリズム学部って、まあ、ちょっと名前からは何してるか分かりにくい学部なんですけれども、ね、環境と地域と観光の3分野を、まあ、総合的にさまざまな角度から学ぶみたいな学部でして、特に私はその中でも観光と地域まちづくりに、関心軸を置いて勉強しているんですけれども、やっぱりそのフィールドが上田市っていう風に定まっていて、上田市の中で地域について考えたりとか、実際に町で起こっているなんか様々な事業とか取り組みについて学ぶ上では、やっぱり人と人とのつながりっていうのは最低限必要なものになってくるので、上田市の方々とこうフラットに関われて町のことについて実際に直接お話しして知ることができるっていうのは、すごく学部の学びにもつながっています。なるほど。私が通っている長野大学の
企業情報学部っていうところなんですけど、はいはいはい、こっちは先ほどの杉山の環境ツーリズムとは違って経営とデザインと情報の3分野を総合的に学習している学部なんですよ。でも私が興味特に取ってるのは経営とデザインのところで、糸満に関してはどういう人、どういう仕組みを作ったらどういうちゃんとその人が来てくれるのかとか、どういうコンセプトを持てば雰囲気、この糸満っていう雰囲気が伝わりやすいかっていうのを考えた上で、その広報するときにこういうデザインにした方がその人が来るだろうっていう予想を立てて、なんかその学部で学んだことを活かせてるなとは思うんですけど、その学校にいるときは普段もう学校以外には出ないんですよ。人との関わりとかは全然なくて、結構学びの方が多くて、逆にアウトプットするところがなかったので、はい、こういうふうに糸満っていう人とつながれるところのプロジェクトに参加することができて、今までの学びをもう自分とか友達以外の人に伝えられる場所っていうのが今までになかったので、私としてはすごい貴重な、なんていうんだろう、プロジェクトだなとは思っています。なるほど。将来どんな風になりたいと思いますか？私はなんかもう3年生なんですけれども、まだ、はい、なかなか進路とか就職のことについては決まっていなくて、本当に自分の視野をなるべく広げて、こういろいろな挑戦ができるようになりたいなというふうに思っているんですけれども、なかなか自分の社会人としてのスキルであったりとか、まあ学生としてのスキルであったりみたいなところが、まあ、まだ未熟な点が多いので、この糸満のプロジェクトを通してであったり、残りの大学生活を通じて経験を積みつつ、また今後具体的に決めていきたいなと思っているところです。将来的にはそうですね、私も今就活中で、まだこうしたい、ここに行きたいみたいなのは決まっていないんですけど、こうやって人と関わることの楽しみを初めてなんか大学生活の中で知ったので、そうだから大学卒業後もなんかこもってジムで黙々するっていうよりかは、誰か人とコミュニケーションを取りながら新しいものを作っていく仕事が合うと思うので、そういう仕事に就きたいなと思います。なるほど。